こんにちは、ミミです。今日は野毛の入り口まで来たんですけど、一段がありました。でも今日は一段ではなくって、その隣のラーメン屋さんに行きます。すごい煮干しラーメンというお店に来ました。釣り金というお店です。もともとお寿司屋さんだったらしいんですけど、ラーメン屋さんも始めたそうです。都内にもあるなぎというラーメン屋さんと、あと江戸前寿司のコラボ店だそうです。珍しいですね。それでは入店します。入り口を入ってすぐ右に食券機がありました。せっかくなのでラーメンとお寿司を両方とも食べてみたいと思います。今日はすごい煮干しラーメンのハーフと、あと日替わりの地魚おにぎり5貫セットを頼んでみたいと思います。2020年の6月にオープンしたので、まだお店が新しくって綺麗です。調味料が煮干しが入ってるお酢ですね。調味料はこれだけしかありませんでした。すごい煮干しラーメンのなぎは渋谷や五反田、あとは新宿にもあるみたいです。すごい煮干しラーメンのハーフ690円です。醤油か塩かどちらにしますかって聞かれたんですけど、醤油がおすすめということで醤油にしました。煮干しにかかってるピリ辛のタレはお好みでかけてくれました。日替わり地魚にぎり5貫650円です。冷めないうちにラーメンから食べてみたいと思います。濃厚に見えるんですけど、結構サラッとした感じですね。熱々のスープをちょっと飲んでみたいと思います。煮干しがすごく前面に出ていてガツンときて美味しいです。濃いですね。塩味も結構効いてるんですけど、それに負けないぐらい魚介の味がすごいです。麺が出てきました。結構太麺ですね。ちょっと食べてみたいと思います。太麺で噛み応えがあって美味しいです。ラーメンの飾り付けの煮干しを食べてみたいと思います。あ、甘い煮干しですね。甘じょっぱい感じです。美味しいです。ぶつ切りのネギを食べてみたいと思います。ネギと煮干しスープが合います。チャーシューは薄めのタイプが1枚入ってました。いただきたいと思います。ロース肉なんですけど、柔らかい中に噛み応えがあって美味しいです。一旦もめみたいな麺が出てきました。湯葉に見えますが、これは麺ですね。いただきたいと思います。つるつる食感で美味しいです。ハーフサイズにしたので麺の量が少ないんですけど、すごく麺が美味しかったので、普通のサイズにすればよかったと後悔しています。太麺なんですけど、スープの塩味も強くって、煮干しの味がガツンとしているので、スープが全然負けてないです。
このチャーシューもすごく美味しいんで5枚ぐらいペロッと食べれちゃいそうなんですけど、チャーシュー麺はなくって、チャーシューのトッピングで200円で追加ができるみたいですね。この一反木麺の麺は食べてて楽しいですね。なかなかこういう麺がないので。次は地魚握りを食べてみたいと思います。美味しそうです。これはマグロですかね。卓上に醤油がないんですけど、板前さんがお醤油をかけてくれているみたいです。次はバチマグロかな、バチマグロって言ってた気がします。お醤油をかけてくれてるんですけど、少しだけのお醤油なのでお魚の味が際立って美味しいです。新鮮な味がして美味しいです。見るからに新鮮ですよね。美味しそうです。これはハマチかな。お寿司の醤油が少なめなのでスープを飲みながらだとちょうど良くなって本当に美味しいです。これはブリだったかな。地魚なのでその季節によって変わるかと思います。最後の1個になってしまいました。ペロッといっちゃいますね。せっかくなので煮干しの入ってるお酢を入れてラーメンのスープを飲んでみたいと思います。最後の締めになります。酸味が強くなって爽やかになりました。お寿司を食べるときはぜひスープと一緒に食べていただきたいと思います。ごちそうさまでした。